市民税からいただいて、それから、まあ国からも何ぼか補助金というか助成金とかあると思いますけど、まあ、大半はこう住民税ですよ。でその住民税を、まあ、市民税ですね、この市民税をポンって減らしたら当然税収が減るわけですね。ほなね、大体あの、市の予算というのはね、あの、まあ、支出と収入がほぼ一緒なんですよ。ほぼ一緒なんです。はい。ですから、収入が減るということは当然赤字になるんですね。これ赤字になったらいいことですよね。まあ、当然だから、あの、総務省なんかも認めないわけですよ。その、ちょっと待ってくれ。その赤字になったらあかんやろ。どうするんや。どうするんやって。まあ、それをね、河村さんどうしたか言ったらね、もういろんなとこでね、切れるところは全部切ろうと。とにかく市民の懐をちょっとでも豊かにしたいと、いうことで、とにかく切れるところは切ろう。でもね、切れるところを切ってもなかなか、その赤字が全部埋まらない想定でね。じゃあどうするかって言ったら、あとはね、役人の給料を下げるしかない。はい。で、役人の給料ね、頼む。君たち、あの、頑張って、ちょっと下げてくれ、下げさせてくれ。これはね、ね、役人が中でなんで泣かなあかんのということなんですけどね。でもね、これはね、僕ある程度、河村さんの言うことがよくわかります。というのはね、どこの市でも、名古屋だけに限らず、どこの市でもそうですけど、市役所の役員というのはね、大概その市の一般の民間で働いている給与所得者よりもはるかに高いんですよ、平均より。はい。でもね、これ本来おかしいでしょ。その市で働いてる一般で働いてるサラリーマンの平均やったら分かるんですが、それよりも市役所の職員の方が高いっていうのはね、僕はやっぱこれちょっと腑に落ちないですよ。だってね、公僕と言いまして、その市民のために働いてる。そして彼の職員はですね、市民が税金を払って、その税金から給料を得てる。それやのに、その、税金を払ってる市民よりも、給料が高いっていうのは変ですよね。もちろんその、職員も税金払ってますよ。だからそういう意味では職員も市民なんですけど、やっぱり、ね、職員というのはやっぱり、まあ、税金で生活する。税金から給料もらってますよね。とか一般人はですね、一生懸命民間で働いて、民間で働いて、そして給料、税金を納めて、ところはそういう、その税金を納めとるやつよりも、公務員の方が給料高いっていうのは、やっぱり、僕は変やと思うんですよ。でね、まあ、だから河村さんも多分そういうことを言うたんかもしれませんけど、頼むと、お前らの給料ちょっとだけ下げさせてくれってね。で、まあそれをなんとか、それをね、まあ本当はこれ大変なことやったんですよ。すごい、だからもう役人の反発もすごかったんですよね。で、もちろんそれだけじゃないんですよ。市議会の反発もすごかったんです。はい。ほんでね、なんで市議会の反発すごかったか言うたらね、市会議員の給料もちょっと下げるで言うたから、そらもう市議会怒りますよ。なんでわしらの給料下げなあかんねん。市民税様、市民のためにわしらが犠牲になるの、いやーって、もうみんな市会議員怒ったんですよね。まあ当たり前ですよね。で、ところが、河村さんは、なんとか頼むわって、わしも減らすわってね。で、河村さんが減らしてる、すごい。市会議員もちょっと減らしたんですけど、河村さんの減らしてるのはそのもんじゃない。河村さん当時ね、だいたい2000数百万あったんですよ。名古屋の市長ね。名古屋の市長2000数百万あったのに、それをね、半分じゃないですよ。半分ですって、だいたい1200万かそこらですね。半分じゃないですよ。3分の1ですよ。800万にしたんですよ。これ半分でもすごいと思えへん？半分でもすごいよ。例えば3分の1減らすんだけど、すげえなーと思って、3分の1減らすって大変なの。まあ、皆さんね、自分の給料それぞれあると思いますけど、まあ、毎月の給料3分の1減ること考えてください。ちょっとこれ怖いよ。はい。例えば、ね、手取りというか、まあ、給料次30万の人はですね、3分の1減らす人が10万ですよね。でしょ。でも河村さんそんなんじゃないね。3分の1にするよね。だから30万もらって、給料30万もらってるとは、10万にするということだよね。これでけへんで、これでけへん。でけへん。これはまずでけへん。普通の人間でけへん。でも河村さんそれやった。でもね、それでも市会議員反対した。ほな河村さんすごいのは、市会議員を解散したんですよ。これすごいやろ。はい。だから完全に市会議員を喧嘩してね、それでも住民税を下げるんだと言って。
ほんでとうとうそれで下げたんですね。でもね、下げた時にやっぱりね、その反動きました。その年はね、税収がドアー減りました。当たり前ですよね。下げた分減りました。当たり前です。で、2年目も減りました。その間だからね、可能性出ました。苦しかった。その間はもう本当ね、市の予算は本当に苦しかった。どうしようかというようなことやった。ところが、3年目かな ?4 年目かあったな。まあ、そのあたりから、急にですね、こう、住民税、税収が上がってきて、トントンになったんですよ。つまり、住民税下げる前とほとんど一緒になった。はい。ほんで、そして、その翌年はですね、それより上回ったんですよ。で、それからずーっと上回りつつあるんですね。で、これはどういうことかというと、やっぱり住民税下がったら、やっぱり、納める税金減りました。そうすると、市民はですね、あ、なんか、ちょっとお得感出た。あ、ちょっと自由になるお金が増えた。じゃあ、今まで我慢していた、あれも買ってみようかとかね。いや、ああ、そうやな。ほんだら、ちょっと、車も買い替えようかなとかね。やっぱりこう、いろんなところでですね、こう、消費欲が、こう、火ついたわけですね。そうするとですね、みんなが物を買えば、当然、物がたくさん売れますから、市場がどんどん発展するんですね。そうすると、その工場とか、小売店とか、そういうとこもどんどん儲かるわけですよ。だからもういろんなところで、とかね、もうちょっとね、市民がちょっと消費をどんどんやろうというだけでね、もうどんどんそれが派生しですね、その名古屋市全体がぐわーっと景気が上向いてきたんですよね。で、それで、もう3年目あたりから税収がトントンになって、そして4年目あたりからもう税収がどんどん上向いていくというね、まあそういうことになったんですよ。で、ちなみにですね、川村さんはこの15年間の間に、市民税をどんだけ切ったかというと、1500億円切ったんですよ。つまり、1500億円の金をね、まあ変な話言いますけど、1500億円を15年間の間に市民にばらまいたみたいなもんなんですよ。実際にはばらまいてないですよ。実際には本来は、他の市だったら、それ以前の名古屋市だったら、市民はそんだけのお金を払ってなあかんのを、それを取らなかったということなんですよね。これすごいですよね。でもね、川村さん自身は、その市長の給料800万にして、これ3分の1だ。本当だったら2400万か500万。これを3分の1にした。で、これをですね、15年やってますね。15年間これをやってる。これね、いや1年2年やったらね、頑張ったらできるかもわからないけど、15年間ね、ずっとやってるんですよ。こんなことできないですよ、これは。はい、これはできない。ほんでね、そればかりか、皆さんもご存知だと思いますが、市長とか知事とかいうのはですね、まあ1期4年なんですね。4年で1期なんです。で、一応4年やるとですね、退職金がそこで出ます。で、これはつまり、さらに続けても4年や、まあ、2期目続けたら8年になりますよね。でも1期目終わった時点でその退職金が、もらえるんですよ。はい。で、この退職金は、だいたい4200万円です。名古屋市長の場合で、川村さんはですね、その金もいらんと。これできないよ、これできへんで、これいらん言うたんですよ。すごいでしょ。で、川村さんすでに4期やってます。今5期目なのかな、はい、今4期やってます。そうするとですね、4期分4200万円かける4ですからね、4200もうちょっとあったかな、はい、これ、4かけたらだいたいね、1億7000万ぐらいです。つまり、本来川村さんは、ほんまやったら1億7000万ぐらいの、退職金をもうすでにもらえるはずなんですが、これを全部名古屋市に返上してるんですよ。で、もちろん年間でですね、給料も1年間で大体1000何本ぐらいかな、1600万ぐらいかな、もっとかな、1600万か1700万、これを毎年、いらんというと、毎年返上してるんですね。これがですね、1600万か700万、これが15年間ですから、何本になるのかな、相当な金ですよね。はい。で、とにかく、川村さんはですね、この15年間で、本来もらえるお金が、4億円、名古屋市に返上してるんですよ。
これね、できへんで、これ。できへんで、これ。それもね、何のためだって死に塩くじゃない。死に塩くなんか全然なんもないですよ。要するに、もうそれ、すべては、名古屋市民の暮らしを豊かにしたいという、この思いだけですよ。これね、多くの、日本全国の多くの市長がね、これやったらね、日本全体の景気めっちゃくちゃ良くなるんですよ。名古屋市がすっごい今景気ですからね。はい。でもね、誰もこういう河村さんの真似するやついないんです。一人もいないんです。一人もいない。もう一回言います。一人もいない。はい。いやー、これね。だからもう、この一時だけ思っても、河村さんの凄さが分かると思いますね。ほんでね、まあこれ朝8でも何度も言いましたけどもね、今年1月に能登の地震がありました。で、まあ我々、まあ私は日本保守党の代表。で、例えば有本香里さんは日本保守党の事務総長ですね。で、やっぱり我々は何とかしたいなと思ったけど、まあ一応その、まあ保守党のお金をですね、まあこれはやっぱり保守党のために使うということなんで、まあ勝手にそこにその、義援金として使うわけにはまあいかんなということで、まあ仕方ないんで、まあでもなんとかしたいということで、まあ私と有本事務総長はですね、まあ自分の懐から500万円ずつ寄付したんですよ。はい。で、これでね、実はまあ川村隆共同代表にはこれを言わなかったんですよ。これね、これがまあちょっと、まあニュースかなんかになったのかな。それで、この河村隆さんの奥さんがですね、それを見て、あんた、その、百田直樹代表と有本香里事務総長が、能登で500万寄付したと。あんたもこれは寄付せなあかんでって。あ、そうそう、そんなことがあったんか言ってね。ほんで、河村隆さんがね、有本さんのところに電話かけてて、なんでそんなことをわしに声かけてくれへんかったんや、言うてね。もう、そらもう、おっかに言われて、もう、まあ、知らんかったかな、言うて、河村さんもね、わしも、寄付する、言うてね、500万寄付したんですけどね。もうそれ聞いてね、もう私も有本さんもね、うわぁ、河村さんそんなせんでもええのにと思ってね、さっき言いましたように、河村さんね、年収800万なんですよ。でね、何度も言いますけど、800万の年収というのは、そっから所得税取られて、住民税取られて、で、さらにいろんな各種、社会保険とか、ね、いろいろ取られてますよね。で、そんなん取られていったらね、手取りそうね。何ぼくらいやろ。手取り何ぼくらいやろ。いや、500万円だよと思いますよ。はい。まあ、ちょっと分からへんけどね。600万ないと思うな。はい。だから500万円だよと思うね。手取りはね。そっからね、500万寄付したら、河村さん、生活できへんやんということですよ。はい。あ、520万か。800万やったら520万になるんですか。はい。570万いう説もあるね。まあまあ、とにかく500万円台ですよ。そっからね、500万円寄付したらね、ほら、きつい。だから、私も、有本事務総長もね、それ、河村さんにはもう言わなかったんですよ。でも、河村さんね、それを奥さんから聞かされて、こら、わしもやるだけやと言うてね、寄付した。もうね、ちょっと、かっこよすぎるやろ。そうね。ちょっと男らしすぎでも男らしいでも程があるってもんですよ、これ。はい。ほんでね、まあまあ、ちょっと、まあ、これ話は一旦置いておきましてですね、河村さんやったことっていうのは立派なこといっぱいあるんですが、やっぱり一つ忘れたらならないのはですね、名古屋城の目の前にですね、三の丸、元三の丸のあった後に、実は、この土地をですね、中国が、中華人民国がその土地でドワーッ買ってですね、で、そこになんか中国領事館やったから、なんかそれをぶっ立てるという計画があってね、もうこれがね、かなり進んどったんですよ。で、それを河村さんがね、これはあかんだろうって言ってね、はい。名古屋城のど真ん中の金のシャチホコの前に、中国の、中華人民共和国の旗がそこにブワーッと立って、これは絶対ダメだー言ってね、河村さんがね、ものすごい頑張って、ついにそれをぶっ潰したんですよ。これすごいでしょ。
これね、実はね、あの私たちの特別顧問をやってる梅原さんね、梅原勝彦さん、これ元仙台市長なんですが、この梅原勝彦さんもですね、仙台市長時代に、ちょうど仙台駅のちょっと横かな、その元総裁所があったところらしいけど、そこにいわゆる、超豪華な中華街構想というのがあって、これがね、もうほぼできてたんですよ。もうできてて、その計画がもうかなり進んでて、これをですね、市長になった時にそれを知って、これはダメだということで、それをね、たった一人でそれをぶっ潰したんですよ。だから梅原市長がいなければ、今この仙台駅の周辺はですね、もう超巨大な中華街ができてて、これもあの、中華街そのものはダメだった、悪いんじゃないですよ。例えば神戸の南京町の中華街とか、あるいは横浜の中華街ありますね。これはもともと戦前の活況ができてですね、まあそうやって自然発生的にできた中華街。でも仙台の中華街はですね、これ中華人民共和国が国営でやってるもんですからね。これはもう絶対許せないということで、まあ、頑張った。でもね、梅原さんはそのためにおそらくそうですね、そのために、名古屋市長、ごめん、仙台市長一気で、終わってしまったんですよ。なぜね、その当時その中国のなんというか、まあ札束で金はたかれた連中とか大物とか、もうあのその、仙台財閥とか、まあそんながいっぱいおってね、みんなそれに邁進しとったんですよ。それを潰したわけですから、あら風当たりもきつかった。はい、 すごいでしょ梅原さんも、ですからね、私は日本人はですね、そういうもう本当に骨のある人間がたくさんいるんですよ。梅原さん、それから河村隆さん、河村隆さんもね、本当にこれよう頑張ってくれたと思います。はい、でさらに河村隆さんはですね、あの市長時代に南京大虐殺は、ああいう巷で言われるような大虐殺はなかったってね、それでまた当時日本のメディアも、日本のメディアがですよ、日本のメディアが河村さんをぶったたくわけですよ。そしてもう中国がカンカンに怒ってね、もうとにかくもう日本中がですね、河村お前この訂正しろ言ってね、ものすごい大バッシングになったけど、河村市長はそのバッシングに全くくじけなかった。一切訂正しなかった。どんだけ叩かれても、もう男ですよ、男の中の男ですよ。はい、皆さんどう、また他にもいっぱいあるんだけどね、これもう大方30分近く喋ってしまった、はい、このまま喋ってたらね、もう1時間でも2時間でもなってしまう、はい、さてそこでですね、その河村さんがいよいよ今回、名古屋市長を、まあ、退任されて、衆議院議員に、行くということを、まあ昨日ですか、一昨日ですか、まあ、これを宣言されましたですね、宣言というか、まあ、記者会見で発表された。いやですからね、本当にこの15年間、私は名古屋市民に変わりましてですね、河村さん本当にありがとうございました。まあそう言います。ほんでね、さてこうなったらですね、日本保守党の公認として、名古屋市長、ごめんなさい、名古屋1区の衆議院選に出るわけですが、これはもう私もですね、もう、全力を持って、私たちはね応援したいと思います。はい、ちなみにですね、河村市長は名古屋市長になる前は衆議院議員を5期やってたんですよ。これ意外に皆さん知らないですよ。だからね、もともとは衆議院議員やったんです。衆議院議員も5期やるってのはなかなかできないことですよ。はい、だからまあそういう意味では、本物の国会議員なんですよ、もともとはね。はい、でそれが名古屋市ね、15年前に名古屋市長になって、そこから名古屋市の市民のために頑張ったんですが、いよいよですね、まあ御年75歳ですが、もう一度国政に、まあ自分のまあ生涯最後の場、最後のこの活躍の場としては国政の道を選んだということです。はい、そしてね、それが私たち日本保守党の議員として頑張りたいということなんで、私たちもですね、これはもう精一杯応援したいというつもりでおります。さあそこで、その河村市長はですね、自分の後継者として、指名したのが我らが広沢一郎次長です。まあ次長と言いますのはね、日本保守党の、事務次長
ですからね、はい、ですからまあ役職としてはですね、有本香里さんの下にいるということですね。まあ下いう、まあこれ上も下も本当はないんですけど、一応まあ有本さんが一応事務総長ということになりますから、まあ一応まあ総長は2人おったら変ですからね、まあ一応名目上は次長なんですが、まあ実際にはもう対等、ほとんど対等です。そして広沢さんはですね、川村さんのやっておられる減税日本の党のこれ何でしたかね、事務局長やったかな、はい、ちょっとごめんなさい、その辺の役職を忘れてしまったんですが、もう兼任しておられます。でね、この広沢さんもすごいのは、広沢さんがね、まあ川村さんの後継者ということを、まあ川村さんがまあ指名したわけですが、広沢さんはですね、川村ゆずも川村け姿勢をですね、そのまま継承していくと、まあそういう宣言しておられます。つまり、減税路線をそのまま継承していくということです。はい。だから名古屋市民はですね、安心してください。広沢さんになって急に市民税が元に戻ると、要するに上がるということはありません。はい。川村市長のまま、減税は続けます。そして広沢さんですね、これまたすごいなと思うんですけど、川村さんに並んで、給料は800万であります。これ、いやこれね、これはね、僕はの正直言いまして、いや広沢さん、ちょっとね、あれこれはっきり言いまして、800万では市長は無理なんですよ。はい、やっぱりね、もちろんその、800万って無理でどういうことやねんって怒ってる人みんなっていると思いますけどね、やっぱりね、普通の、庶民の方と市長ではね、やっぱり付き合いも生活も何もかもが違うんです。やっぱり持ち出しとかね、もうとにかく付き合いとかなんやかんやでお金いるんです。だから800万ではね、もう市長としてのなんていうか活動もね、できにくいとかある、ある上にですよ、4年ごとに大きな選挙があるんです。選挙のための金もいるんですよ。800万ではね、その選挙費用も、ちょっと4年間では選挙費用も作れないんですよ。はい。ですからね、いや、ほんで、広沢さんはね、川村さんはね、もうすっかり成人されて社会人になっておられるお子さんいらっしゃいますけど、広沢さんはまだそうじゃないんですよね。ですから子供のこととか学位とか何やかんや生活のこととかいっぱいあるんですよ。だからそれでね、800万はね、ちょっと私なんかはちょっと広沢さんはしんどいねと思うけど、広沢さんはね、いや、川村さんがやってることやから私もそうやりますと。だからこれもね、男らしすぎだろ。で、もともと広沢さんはね、私たちのその日本保守党の、事務次長やっておられて、そして減税日本の党の、まあこれも事務局長からやっておられると思うんだな、役職忘れましたけど、これね、無報酬でやってますね。いや、私たちもね、広沢さんに給料払いたいよ。でもね、さ、金払えんね。はい。言うとくけど、わしも無報酬ね。有本香里事務総長も無報酬ですよ。はい。みんな無報酬でやってます。もちろんね、スタッフとか、運転手さんとか、まあ、いろんなこと、スタッフはごく少数います。まあ、これにはね、もちろん、その、給料は払ってますけどね。はい。幹部は全部、ただですよ。はい。だから、広沢さんってね、もう、広沢さん、どこに収入あるのっていうところなんですよ。はい。ずっとね、私たち日本保守党のためにも本当縁の下の力持ちになって頑張ってくれてます。この間の大阪の外線にも来ていただきまして、東京の外線も来て、でこの間私札幌行きましたね。札幌の時にもね、広沢さん来ていただいてるんですよ。はい、いろんなところにね、はい、もうそれね、でもね、言うとき何回も言いますけど、無報酬なんですよね。はい。いや、この広沢さんもね、ほんでね、また広沢さんね、ものすごい頭いいんですよ。はい。頭いいだけじゃなくてね、人柄もいいんですよ。これが、あんなずるいと思うで、顔もそこそこ男前でしょ。いや、ちょっとね、
これね、神さんちょっと不幸へちゃいまかと思いたくなる。あれね、顔はいい、人柄はいい、そして頭いい。おい、ちょっと待ってくれよと。それやりすぎやろと思いますわ。はい。私なんかね、はい。頭はいいけどね。いいかな。まあ、頭いいと思うんですよ、割合ね。でもね、顔悪いやろ、ハゲてるやろ、性格悪い、人間性むちゃくちゃ。だからね、まあ、バランス取れてると言いますかね。はい、まあ、神さんってよう見とるなと。はい。ええー、とこやったら、人と悪いとこやっとるみたいなところなんですよね。ところは、広沢さんみたいにね、あんなええとこ取りしたらあかんやろと、私は思うんですけどね。はい。どうですか川村さんなんかね、やっぱりね、ほら、川村さんも頭いいんですよ。ボルツ優秀。はい。けどね、むちゃくちゃなこと言うでしょ。あちゃあちゃあちゃで決めたらガーかじったりとかね。はい。だから、ちょっとね、人間、こいつ、頭大丈夫かないうとこありますよね。だからやっぱりそういうバランス取れてるというかね。はい。ええとこあったら悪いとこもあるみたいなとこあるんですけどね。はい。広沢さんはね、大体ね、私も1年付き合ってますけどね、どっかに欠点ないかなと思ってね、もうどっかに変なとこあるはずやと思ってね、はい。あれ、髪の毛ふさふさやけど、あれ、ほんまは、なんかずらちゃうかと思って見てるんですけど、違うんですよね、これが。はい。困ったもんですわ。はい。あんなにええ人間、ちょっとね、ちょっとなんか腹立ちますけどね。まあそういう意味でね、皆さん、ぜひともですね、名古屋市におられる方はですね、広沢さんをですね、力いっぱい応援していただきたいと。まあ私でも当然ですよ。私でも当然、広沢さんをですね、本当に、元気いっぱい、応援していきたいと思ってます。はい。本当はですよ。広沢さん、確かにね、まあ、川村さんがね、後継者として任命したら、まあ、これはしゃあないんですけど、本当は私たちね、広沢さんをですね、まあ、国会に送り出したいなっていう思いも本当はあったんですけどね、本当それぐらいの素晴らしい人材。いや、名古屋市の、まあ、実際に、ね、国会議員より名古屋市市長が上ですけどね、まあ、どっちが上も下もないか、はい。名古屋市長は、まあ、国会議員に勝るとも劣らない、まあ、素晴らしい役職であります。はい。ですから、まあ、当然私たちも広沢さんをしっかりと応援していきたいなと思っております。はい。いやー、本当にね、せっかくね、15年間続けた名古屋市政ですからね、これを逆戻しにはしたくないですよね。はい。まあ、これに今名乗り上げてるのがですね、元立憲民主党の議員がね、なんか、まあ、名前はちょっと言いませんけど、まあ、声を上げてると。しかしながら、まあ、この人が議員、市長になれば、まあ、せっかくの名古屋市政、15年続いてきた川村市政が、まあ、一気に崩壊していくかなという気もしないではありません。まあ、わかります。もちろんわかりませんからね。はい。未来のことはわかりませんが。はい。私たちはもう本当に、広沢さんをですね、力いっぱい応援していきたいなと思いますんでね。はい。皆さんもですね、よろしければ名古屋にお友達がおればですね、まあ、その人と出会う機会があればですね、広沢ええよーと、はい、言うてくだされば、まあ、私たちも嬉しいということになります。はい。まあ、これから私はですね、ちょっと温泉に浸かれましてですね、はい、ちょっと英気を養って、そして、今週末からですね、馬車馬のごとく働くことになりますんで、まあ、そのために、まあ、今日はちょっと、休養を取らせていただくて、はい、温泉でゆっくりと、使って、いや、そんなぐらいやんか、そんなね、温泉ぐらい、はい、一生懸命働いてるから、ありがとう、ゆっくりしてください。はい。おやびゆっくりしてね、たまにゆっくりしてください。ごゆっくり、次は大阪府知事だ、ありますよ、ゆっくり、ありがとうございます。いい湯だなってありますね。はい。日本保守党頑張れと、まあ、いろんな、こと言ってくれてます。ありがとうございます。はい、皆さん、というわけで、このライブ終わります。バイバイ、おやすみ。あの音声言ってること、有本事務総長言うたらあかんね。絶対秘密やね。はい。はい、バレたら
ここにおる誰かやからね。はい。今、同説の1万5000人。このうちの誰かや。はい。私はこれをね、突き止めるからね。はい。無理やっちゃね。はい。ほな、皆さん、バイバイ。